緊急事態宣言が出ました、そしてボールは都に投げられたあの、自治体に投げられたはずなんですね、対象の。今後はどういうです、ねまあ、制限を加えるかというのを自治体の庁が決めていくということになっているんですが、実はです、ね、国と東京都が、まあ、ちょっと揉めてると言ってもいいかもしれない、こういうい状況なんですね、はい、足並みが揃っていません。こちらです休業要請について 東京都は休業要請を求める施設を今検討中で国と調整している最中です。明日公表してあさって実施へという動きになっていたはずなんですけれども、政府はというとそれを二週間程度延期するよう打診しています。で、六つの府県、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡に関しては休業要請しないという立場を取っています。 でそもそもまあ背景としては新型インフルエンザ等対策特別措置法では知事に権限があるというものだったんですけれども4月7日、おととい改正されました政府の基本的対処方針にここのようなことが入りました施設使用制限要請、指示等を行うにあたっては特定都道府県は国に協議し 外出自粛等の協力要請の効果を見極めた上で行うということで、この国に協議し、ということが明記されるようになりました。拓海、うん、さん、でも、これね、今もありましたけど、そのもともと法律では、ですね。自治体の長に権限があるということに、法律で明確に決まっているわけですね。それなのに、その後にですね。政府が方針を決めて、自治体の長よと我々の言うことを聞きなさい。と、権限が法律にあるにもかかわらず、と、これ、おかしくないでしょうか？これね、最初に、その。 この特措法を作りになった時にやはり一つのたたき台になられたのがですねアメリカのパブリック・ヘルス・サービス・アクトというこのまさにこういう感染症の危機状況に対応した法律なんですがそれはやはりアメリカの各州知事にですね大幅に権限を集中をして例えば州の軍隊とか警察、消防 こういったものをすべて州知事が治安秩序を維持するために統合できると。こういうふうにしてあります。はい、で、我が国も同じように、こうした各県の知事にですね。うん、ええー、そうした大きな権限を移譲する形になっておりますけれども。しかし、実際に、その有事というようなことになりましてもね。例えば、病院のベッドの調整をすること一つ取ってみても、うん、実は。 その東京には13の特定機能病院というのがあってそれは大学病院ですそうするとこういう大学病院というのは普段東京の都庁とは全く縁がなくてこれは文科省の管轄になるいいこれとどう,いう関係があるんでしょうかその施設のの用要はですねそういうあらゆる意味でその知事が調整しようとしても。 国の権限と従来関わるところがたくさん重複してくると普段そういう指示を出していませんから知事自体がその調整機能を十分に発揮できないことが現実に起きてる今、例えば美容院とかですね居酒屋さんを増幅するかで国と都が綱引きをしているそういうことも調整しななききゃできない,と思いますでそれはその政府とですね私は知事との間できちんとその議論をして調整するということで、うん。 でここが最初にですね若干の食い違いがあったできてしまったそれで今まさにその調整をしていてそしてあの知事の方はご指摘のようにその利用・美容それからホームセンターといったようなところはですねえこれをきちんとその休業対象にしろということを考えておられていてでこれと実際にその2週間ほどその実際に この自粛していただいた効果がどこまで出てきたかを見極めながらこうした経済活動に関わる規制をしていこうという考え方との間でですね この食い違いができてきたというのが私は現状だと思います、うん、実際、政府はです、ね、東京都に対してもこれもう休業制できれば出さないで様子見ようじゃないかという打診もしているようなんです、ねまあ政府と従う形のようで、まあ、協議したが東京都と違って他の6府県はです、ね、休業制はとりあえず当面はしないということにただ、うん、ちにはしないということになっているんですこれに対してです、ね、実は政府のです、ね、専門家会議の西浦さん、北海道大学です、ね、あの例の80%あの減らすとこれだけダウンするぞと。 ということをおっしゃった方ですがこれエクスプリシットに言わないで、まあ、私はっきり言わない方なんですが休業保障、これは休業要請ということなんでしょう2週間待つというニュースを耳を疑ったと土地のようにガンガン閉めて電波が止まるのですがこっちの方がいいんじゃないかと政府のです、ねまあ、専門家会議のメンバーでありながら小池都知事の方を支持していると、まあ、国の方じゃない。 都知事を支持しているということのようです岡本さんこれどうご覧になりますか西浦先生の言う通りだと思います、うん、やはりあの国と地方との関わりのあり方というのがまさにあの今の安倍政権の考えを如実に示していて、うんえー、どこまで行っても地方は国に従うと国の方針にお伺いを立てるというスタイルです。うん、ですこのインフルエンザ新型インフルエンザ特措法というのはですね 民主党政権の時に作った法律です、うんえー、地方文献そして知事の権限を強化をしていくという中でですねやはり地方の独自性そしてより住民の皆さんに近い、うんえー、地方公共団体でですねそれぞれの対策を決めていくという大きな流れを我々は作ったつもりでありましたけれども、はい、ここで安倍政権になってですね先祖返りしたというか、うん、全部国が決めていくこれねやっていくとですね今でも厚生労働省の職員も今疲弊してですね えー、大変ななことになってますよ、まあ、正直言って厚生労働省の職員でこの2月から連続してですね新型コロナウイルス対策に取り組んでいる職員ってもう数えるぐらいですよそうです、ね、つまりですね<う>多くの方がですね、えー、もう続けられないぐらい今疲弊してる、うん、この状況の中で、ね、厚生労働省のもしくは内閣官房のですね、えー、協議を経なければ知事が決断できないなどということやったらこれ取り返しのつかないことになりますよ。うん、そういうい意味でですね 私はこの西浦教授が言っているこの話にはもう本当に賛同しますし、うん、えそういう意味で,です、ね、えー、直ちにです、ね、対応を取るべきです、うん、私はです、ね、そういうことを言うのが国会の役割だと思っていますので、うん、そういうことをしっかり国会として発信していきたいと思っています。